久留米市出身のお笑い芸人こがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週は福岡女子商業高校からお届けしています。今日は2年生西一華さん、大人の悩みを聞いてみたいようです。私普段よく友達の相談に乗るんですけど、うん、大人の悩みを聞いてみたくて、こがけんさんの悩みを聞かせていただけないですか？え？そうきましたか。そうですか。仕事が立て込むと、それに比例してどんどん部屋が汚くなっていく。どうしたらいいですか？部屋が汚いのは心の乱れだって聞いたんですよ。だから仕事が立て込んでて心が乱れてるってことなんですね。だから自分が美味しいもの食べるとか、なんかストレス発散方法とかあったら、ずっと部屋は片付いてると思います。でも仕事がすごい立て込んでる時は発散する時間がないんですよ。もう仕事に全振りしなきゃいけないんで、心の余裕がなくて、どうしてもやっぱり部屋がどんどん汚くなっていく、いってしまうんですよ。でこのバリハヤの仕事とかもね、あるんですけど、バリハヤはね、東京からですよ、東京から始発で来て最終で帰ってるんですよ。しかもなんかインスタでですね、僕をなんか迎える動画みたいなのをインスタで撮ってる。それが分かっているからこそ、毎日その4時20分に起きてるんですよ。ただその前日に着ている服までコーディネートまで考えて、前は何の服でロケに行ったかなっていう、そういう風な感じで追い込まれてるんですよ私は。だから余裕がなくて、どうしても汚くなってしまうんです。足場だけあればもういいと思います。それはもうそこだけは心は乱れてないから、足の踏み場だけあれば大丈夫だと思います。先生救われました。ありがとう西さん。これ自分がさ、普段悩み聞いてるじゃん、なんかこんな感じかって思った。